一般的に言われる終戦記念日が近づいてまいりました。その度ごとに、かつて日本の若者が祖国を守るために、特攻隊というものに参加してですね、南海の海に散っていったと、いうことが繰り返し繰り返し報道されます。そして、一人一人の手記だとか、無念な思いとかですね、それから無駄な攻撃方法とか、といった形で、その報道されておりますし、語られていっておりますが、私は少し考えが違うんですね。私の歴史の見方っていうのはですね、科学者でもあるからか、歴史学者もそうであった方がいいと思うんですけれども、人の、その歴史の中でうごめく人の感情であるとか、人の運命というものは、これはですね、我々が生物である限り、仕方ないもんで、それよりか私はどういうふうに事実が進んだかと、歴史というのはやっぱり事実の積み重ねであるというふうに思っているわけですね。それで歴史というのは数限りない事実だから、そのうちどの事実を事実とするかは歴史学者の判断によるということを言っておられる方もおられて、それはそれなりに非常に立派なんですが、私はやっぱり大きな事実というのと小さな事実というのはあると思うんですね。ですからやっぱり歴史を勉強するときは、大きな事実から勉強していくというのが正しいんじゃないかというふうに思ってるわけですね。で、特攻隊についても、したがって私はですね、ちょっと見方が違いまして、特攻隊はなぜ生まれたのかということを考えるわけですね。で、特攻隊がなぜ生まれるのかって考える前に、私はですね、日本のその戦争の時に、ヨーロッパの、オーストラリアのすぐそばのですね、ガダルカナルっていう島がありまして、日本軍は最初、どんどん勝っていってですね、当初はフィリピンを取り、インドネシアを取るまではですね、これは日本軍のあらかじめの計画だったわけですが、勢い余って、ガダルカナルっていうインドネシアからさらに南に下ったところまで攻め入ったわけですね。そこの辺ではちょっと日本も戦線が非常に伸びきってるしですね、ガダルカナルに行った兵隊の多くは第7師団、つまり札幌の旭川の師団が行きましたね。したがって、寒いところで生活している人が南方の島に行ったわけですから、もう全然体も慣れないというところで戦って、2万9千人の兵士が玉砕、つまり全滅しまして、有名なガダルカナルの戦いで、日本が負け始めたという、そういう戦いだったわけですね。その戦いの詳細を私が見るにつけですね、通常はガダルカナルの戦争っていうのはですね、日本軍がいかにバカな突撃を繰り返したかと、そういう論調で書かれておりますけれども、私はそれはあまりに人間に焦点を合わせたりですね、それから戦略戦術に焦点を合わせた見方であろうと思いました、その時ですね。今からそうですね、20年も前に私、ガダルカナルの2万9千何人とかいう随筆を書いてるんですけども、私がそのガダルカナルの戦いを見ますとね、日本から遠く輸送船に乗せられてガダルカナルに行く兵士っていうのはですね、それぞれがこの戦争はもうこれ負けるんだと思ってるんですね。そして、だけども自分も死ななきゃいけない、祖国を守るということと、自分が出征するってことと、ガダルカナルに行ったら戦争に負けるんだということと同時に知ってるんですよね。私にはそう感じられました。知ってるけど、その世界の歴史の大きなうねりの中で、自分はそうせざるを得ないと思って、輸送船の中にじっとしてる兵士、そしてその兵士はやがてガダルカナルに上陸し、アメリカ軍の機関銃のもとに命を落とすんですね。私はガダルカナルのこの守備隊の玉砕というものをよく考えますと、それは大きな歴史がもたらした一つの事件であり、このガダルカナルの玉砕があって初めて戦争は終わり、戦後ですね、アジア、アフリカ諸国が独立したということが達成されたんだと、こういうふうに思うんですね。全くそれと私、特攻隊というのは同じように思うんですね。いよいよ日本が負け始める。それでアメリカ軍が台湾から沖縄に進軍してくる。日本はあとこれで最後の砦で頑張らなきゃいけない。こういう時に、歴史は常にですね、前線にいる部隊に全滅を強いるんですよね。非常に残酷なんですが、それはもう歴史的にもうどうしても起こることですね。例えば、一番有名なのがナポレオンのワーテルローの時の、ナポレオン近衛兵。あの当時、フランスの、貴族っていうのは普段威張ってるんですが、普段威張ってるだけあってですね、貴族の子弟というのは国に何かあれば王様とか皇帝を守るために命を差し出すわけですね。
したがって戦場でも突撃ラッパーが鳴るとですね、まずは近衛兵の騎馬隊が突撃するんですよ。でその後に歩兵が続くんですね。庶民で形成された歩兵が続くわけですね。でまあそういうような考え方なんですけども、ナポレオンのワーテルローの時はですね、最後ナポレオンが負けるわけですね。そうすると近衛兵が最後残されるんですよ。そしてもちろんこの普通にそういう時にはですね、まあ2つ方法があるんですね。1つは退路を開いて逃げていくわけですね。まあ何列渋滞かなんかなって敵の戦闘を切り刻んでいって、そしてまあ2割ぐらいは死ぬんだけど、8割ぐらいは生き残って祖国に帰るっていうのはこれは普通の形ですね。これはですね、あの歴史が大きく転換しない時はそれなんですよ。まあ、いわば小競り合いみたいなもんですね。ところが歴史が大きく転換する、ナポレオンの時にはどういう歴史が転換したかっていうと、それまでは王様がとかいて、その王様がまあだけが国民で言ってみれば、あとはまあ奴隷っていうか支配者だったわけですね。それがフランス革命、1789年にフランス革命が起きて、それで主人は民衆だってことになったわけですね。でナポレオンはまあ仮にまあそれが急激にできなかったんで皇帝になったんですけども、もうその当時のフランスはフランスの軍隊というのは国民軍になっておりましてね。だからナポレオンの近衛兵というのはいわば昔の貴族ではなくて、まあ、貴族は随分まだ残ってたでしょうけど、国民の最後の軍隊ですね、まあ、それが近衛兵だったわけです。で近衛兵は時代の変化を感じてですね、実は逃げないんですよ。それで法人を組んで、まあ、四角い形っていうことです。四角い形を組んで剣を外に出すわけです。そうするとイギリスなどの連合軍がですね、もう降伏しろと、もうすべて戦争は負けて君たちだけしかいないと、君たちが残って刃をこっちに向けてる限りは我々は君たちを殺さなきゃいけないけど、殺す必要ないんだから降伏しろってこう言うわけです。そしたらこの辺の隊長が、いや我々にはプライドがあると、国が破れる時には我々は死ぬんだと言ってですね、全滅しますね。この国が破れる時は自分たちは全滅するんだという舞台が必ず歴史の転換点には現れるんですね。本当はそういうことなく、降伏すればいいんですけど、じゃあ降伏するんだったら最初から戦争しなきゃいいんですね。戦争って馬鹿らしいもんなんですよ。だって大将が行ってじゃんけんすれば終わりなんですから。だけど大将が出ててじゃんけんせずに殺し合うというのが戦争なんですね。まあサッカーやったっていいんですよ、何だっていいんですけど本当はですね。だけども戦って命が尽きるまでやるんですよ。これが人間というものなんですね。特にそういう時代の大きな転換点には死ぬということが重要なことなんですね。時代を転換させるんですね。私はガダルカナルの守備隊の全滅、それから日本が特攻隊を作ったっていうことはですね、それまで500年間続いた白人、まあ白人っても先進国つってもいいんですけども、白人といっても先進国つってもいいんですけど、白人の有色人種に対する支配の最後の戦いだったわけですよ。その時に歴史は血を求める、現実的な言い方をすれば歴史は血を求めるんですね。これはトルストイが言ったのか、私がトルストイの戦争と平和を読んでそういう感じが残ってるのかちょっともう分かんないんですけど、ナポレオンですら歴史の子である、つまりもうどれでもこれでも歴史の子なんですね。その歴史の子としてガダルカルの守備隊2万9000人が玉砕し、特攻隊が海に沈んだんですよ。それによって戦後ですね、アジアの諸国が独立し、アフリカ諸国が独立したんですね。その人間の大きな時代の波を作っていくドライビングフォース、駆動力はですね、やっぱり人間の血なんですよ。それでガダルカナルの玉砕とか特攻隊の状態を見てですね、世界はどう思ったかって、いやこれもうダメなんだ、時代が変わったんだ、もう我々は植民地を手放さなきゃいけないんだと白人がそう思った。それが特攻隊の役割、なぜ生まれたかの理由だったと私は思うんですね。ですから戦後多くの国が独立し世界が平和になった、その第一の功績者はガダルカナルで玉砕した日本兵士であり特攻隊の若者だったと、このように報道し歴史を整理しなければいけないと私はそう思っています。我々のおじいさんは決してバカではなかったっていうことですね。9000人の兵士が玉砕、つまり全滅しまして、有名なガダルカナルの戦いで日本が負け始めたという、そういうまあ戦いだったわけですね。まあ、その戦いの詳細を私が見るにつけですね、通常はガダルカナルの戦争っていうのはですね、
日本軍がいかにバカな突撃を繰り返したかと、そういう論調で書かれておりますけれども、私はそれはあまりに人間に焦点を合わせたりですね、それから戦略戦術に焦点を合わせた見方であろうと思いました。その時ですね、今からそうですね20年も前に、私ガダルカナルの2万9000何人とかいう随筆を書いてるんですけども、私がそのガダルカナルの戦いを見ますとね、日本から遠く輸送船に乗せられてガダルカナルに行く兵士っていうのはですね、それぞれがこの戦争はもうこれ負けるんだと思ってるんですね。そしてだけども自分も死ななきゃいけない、祖国を守るということと、まあ、自分が出征するということと、ガダルカナルに行ったら戦争に負けるんだということと同時に知ってるんですよね。私にはそう感じられました。知ってるけど、その世界の歴史の大きなうねりの中で、まあ自分はそうせざるを得ないと思って、輸送船の中にじっとしてる兵士、そしてその兵士はやがてガダルカナルに上陸し、アメリカ軍の機関銃のもとに命を落とすんですね。私はガダルカナルのこの守備隊の玉砕というものをよく考えますと、それは大きな歴史がもたらした一つの事件であり、このガダルカナルの玉砕があって初めて戦争は終わり、戦後ですね、アジア・アフリカ諸国が独立したということが達成されたんだと、こういうふうに思うんですね。全くそれと私、特攻隊というのは同じように思うんですね。いよいよ日本が負け始める。それでアメリカ軍が台湾から沖縄に進軍してくる。日本はあとこれで最後の砦で頑張らなきゃいけない。こういう時に、歴史は常にですね、前線にいる部隊に全滅を強いるんですよね。非常に残酷なんですが、もうそれはもう歴史的にもうどうしても起こることですね。例えばまあ一番有名なのがナポレオンのワーテルローの時の、まあ、ナポレオン近衛兵、あの当時フランスの、まあ、貴族っていうのは普段威張ってるんですが、普段威張ってるだけあってですね、貴族の子弟というのは国に何かあれば王様とか皇帝を守るために命を差し出すわけですね。したがって戦場でも、まあ、突撃ガッパーが鳴るとですね、まずは近衛兵の騎馬隊が突撃するんですよ。で、その後に歩兵が続くんですね。庶民で形成された歩兵が続くわけですね。で、まあそういうような考え方なんですけれども、ナポレオンのワーテルローの時はですね、最後ナポレオンが負けるわけですね。そうすると、近衛のもとに命を落とすんですね。私はガダルカナルのこの守備隊の玉砕というものをよく考えますと、それは大きな歴史がもたらした一つの事件であり、このガダルカナルの玉砕があって初めて戦争は終わり、戦後ですね、アジア・アフリカ諸国が独立したということが達成されたんだと、こういうふうに思うんですね。全くそれと私、特攻隊というのは同じように思うんですね。いよいよ日本が負け始める。それでアメリカ軍が台湾から沖縄に進軍してくる。日本はあとこれで最後の砦で頑張らなきゃいけない。こういう時に、歴史は常にですね、前線にいる部隊に全滅を強いるんですよね。非常に残酷なんですが、もうそれはもう歴史的にもうどうしても起こることですね。例えばまあ一番有名なのがナポレオンのワーテルローの時の、まあ、ナポレオン近衛兵、あの当時フランスの、まあ、貴族っていうのは普段威張ってるんですが、普段威張ってるだけあってですね、貴族の子弟というのは国に何かあれば王様とか皇帝を守るために命を差し出すわけですね。したがって戦場でも、まあ、突撃ガッパーが鳴るとですね、まずは近衛兵の騎馬隊が突撃するんですよ。で、その後に歩兵が続くんですね。庶民で形成された歩兵が続くわけですね。で、まあそういうような考え方なんですけれども、ナポレオンのワーテルローの時はですね、最後ナポレオンが負けるわけですね。そうすると近衛兵が最後残されるんですよ。そしてもちろんこの普通にそういう時にはですね、まあ2つ方法があるんですね。1つは退路を開いて逃げていくわけですね。まあ、何列渋滞かなんかなって敵の戦闘を切り刻んでいって、そしてまあ2割ぐらいは死ぬんだけど、8割ぐらいは生き残って祖国に帰るっていうのは、これは普通の形ですね。これはですね、あの歴史が大きく転換しないときはそれなんですよ。いわば小競り合いみたいなもんですね。ところが歴史が大きく転換する、ナポレオンの時にはどういう歴史が転換したかっていうと、それまでは王様がとかいて、その王様がまあだけが国民で言ってみれば、あとはまあ奴隷っていうか支配者だったわけですね。
それがフランス革命1789年にフランス革命が起きて、それで主人は民衆だってことになったわけですね。でナポレオンはまあ仮にまあそんなが急激にできなかったんで皇帝になったんですけども、もうその当時のフランスはフランスの軍隊というのは国民軍になっておりましてね。だからナポレオンの近衛兵というのはいわば昔の貴族ではなくて、まあ、貴族は随分まだ残ってたでしょうけど、国民の最後の軍隊ですね、まあ、それが近衛兵だったわけです。で近衛兵は時代の変化を感じてですね、実は逃げないんですよ。それで法人を組んで、まあ、四角い形っていうことです。四角い形を組んで剣を外に出すわけです。そうするとイギリスなどの連合軍がですね、もうヨーロッパのオーストラリアのすぐそばのですねガダルカナルっていう島がありまして、まあ日本軍は最初どん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 勝っていってですね、当初はフィリピンを取りインドネシアを取るまではですね、これは日本軍のあらかじめの計画だったわけですが、勢い余って、まあ、ガダルカナルっていうインドネシアからさらに南に下ったところまで攻め入ったわけですね。そこの辺ではちょっと日本も戦線が非常に伸びきってるしですね、ガダルカナルに行った兵隊の多くは第7師団つまり札幌の旭川の師団が行きましたね。したがってまあ寒いところで生活してる人が南方の島に行ったわけですから、もう全然体も慣れないというところで戦って、まあ、2万9000人の兵士が玉砕つまり全滅しまして、まあ、有名なガダルカナルの戦いで、日本が負け始めたというそういうまあ戦いだったわけですね。まあ、その戦いの詳細を私が見るにつけですね、通常はガダルカナルの戦争っていうのはですね、日本軍がいかにバカな突撃を繰り返したかと、そういう論調で書かれておりますけれども、私はそれはあまりに人間に焦点を合わせたりですね、それから戦略戦術に焦点を合わせた見方であろうと思いました。その時ですね、今からそうですね20年も前に私ガダルカナルの2万9000 何人とかいう随筆を書いてるんですけども、私がそのガダルカナルの戦いを見ますとね、日本から東部輸送船に乗せられてガダルカナルに行く兵士っていうのはですね、それぞれがこの戦争はもうこれ負けるんだと思ってるんですね。そしてだけども自分も死ななきゃいけない、祖国を守るということと、まあ、自分が出征するということとガダルカナルに行ったら戦争に負けるんだということと同時に知ってるんですよね。私にはそう感じられました。知ってるけどその世界の歴史の大きなうねりの中で、まあ自分はそうせざるを得ないと思って輸送船の中にじっとしている兵士、そしてその兵士はやがてガダルカナルに上陸しアメリカ軍の機関銃のもとに命を落とすんですね。私はガダルカナルのこの守備隊の玉砕というものをよく考えますと、それは大きな歴史がもたらした一つの事件であり、このガダルカナルの玉砕があって初めて戦争は終わり、戦後ですねアジアアフリカ諸国が独立したということが達成されたんだとこういうふうに思うんですね。全くそれと私特攻隊というのは同じように思うんですね。いよいよ日本が負け始める、それでアメリカ軍が台湾から沖縄に進軍してくる、日本はあとこれで最後の砦で頑張らなきゃいけない、こういう時に歴史は常にですね、前線にいる部隊に全滅を強いるんですよね。非常に残酷なんですが